部長から呼び出されて、差別はやめろって言われ、これには俺も反論、差別したのは向こうです。私は日本の文化に馴染めないなら帰れって言っただけです。って言ったら、後輩が泣き出してムカついたから退勤してきたわ。小学校みたいだな。後輩の国籍ブラジル。発言の具体例頼む。日本人はよくマスクしてるねからサッカー全然しないね。とかなら差別じゃない。後輩は普段どんなこと言っていたんだ。日本人はいつも暗い顔してるんですか。とか、日本人は人に冷たいですね。とか、そんぐらいなら怒らないで聞いてやってもって気はするな。暗い顔って無表情ってことかな。言い方が日本人を嘲笑する感じだったからなんかムカついたんだよね。ブラジルだとこんなことありえないよみたいな。外人はどこでそんな感じじゃね。うちの国はみたいに。それがなんかものすごい不愉快なら日本出ていけって思う。里に入れば里に従えというし、後輩が可愛いなら許す。北の方や得来と思われるんかな。ウーピーゴールドバーグみたいな感じだよ。確かにブラジルから見ると日本は北だもんな。南の人たちはやっぱ明るいのかな。オーストラリアとか。日本人はって言われたら、日本人としてはいい気持ちになるはずないよね。そもそも不毛なんだよ。言うこと自体が間違ってる。先には争い以外にない話題なの。その後輩が悪いな。勝手に来といて文句言うな。嫌なら帰れって感じだな。他にも日本人はレディファーストを知らないとか、まあとりあえず積もりに積もって言い返してしまったわけっす。一は正しいよ。上司が怒るのは自分の管轄で面倒な問題を抱えたくないだけで、単純に無礼なのはその後輩だろ。レディファーストを知らないのはレディがいないからってよく言うじゃないか。それを要求するようになった時点でレディじゃないんじゃないか。言い方がまずかったな。へえ、ブラジルは良い国やな。そんなところなら国へ帰って仕事した方がよくね。って感じで、それレディファーストがどうたらとかそういう話でなくて、一に対してそういうことを言ってくるってことは、一より俺は格上なんだぞっていう主張だよ。つまり舐められてるんだよ。人に温かいなら犯罪率が高くないはず。日本には日本の文化がある。馴染めないなら国に帰るべき。上から目線の外人は自国のクソっぷりを棚に上げているから嫌い。チューンと飛んで、外国人犯罪の半数以上を占めるのは有名な話。それにブラオーヤケ足すと8割に達するのはあまり知られていない。3つで8割かよ。みんな韓国だ中国だしか目を向けないけど、ブラジルも中犯罪者だよね。中国は人口が多い上に仕事が雑な印象が強い。韓国は通名で国籍隠蔽してる上に、ネット上で逆ギレして悪い印象を自分から増長してる。この2つに比べるとブラジルはまだマシって相対的に思っちゃうんだろうね。そこまで敵視されてないのもありそう。お前ら知らんだろうが、欧州の現地民もいろいろ我慢して移民に対するヘイトを抑えて今の欧州経済があるんだからな。欧州人にできて日本人にできないはずはない。欧州でやったことをなんで日本でやる必要があるんだよ。バカじゃねえのか。結果的にイギリスやらフランスはイスラムだらけじゃねえか。そんな国にしてえのか。俺はごめんだね。明日からだからなーに。って詰め寄ればいいじゃん。黙るよきっと。単純にことあるごとに日本人はっていうのは非常に勘に触るので、やめてもらえますかって言えばいいのに。そのブラジル人も日本人を褒めるときは褒めているし、認めてると思ったら認めていると思うぞ。だいたい日本にいる時点でそういう感情はあるはずだ。たまたま今回口が悪かっただけってことはないのかね。ネットの発達で
日本人にとって耳障りのいい発言に慣れすぎたことは否めない。やっぱりバランスがかなり重要だよね。日本人の悪いところ指摘してもらってるんだから、多少不快でも直す努力していこうぜ。それが日本人の美徳。それは日本が劣った国だと言いたいのですか？とか一回現地取ればいいんやな。